皆さんこんにちは、フロマスクです。今回は Steam で新たに発売されたこちらのアーケードリデンプションに挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちらは2021年7月9日に新発売された、タイトルの通りゲームセンターシミュレーターのようですね。最近よくゲームセンターシリーズやってるかとは思うんですが、また新たな新作ゲームセンターシミュレーターですね。で、残念ながら日本語には対応していないんですが、早速どんなゲームなのかプレイしてみましょう。よし、来ましたね。すごそう。あ、いいですね。あ、何これ、占ってくれるのかな。造反。え、いい。動いた。え、何これ、チケット、トークン、今日の運勢占ってくれたのか。37はどうなの、いいのか悪いのか分かんないの。あ、これは面白そう。あ、ジュークボックスとかもあるわけですね。あ、キャッシュ、なるほど。あ、トークンでできるのか。ランダムでもらえるのかな。あー、すごい。あ、めちゃくちゃ面白そう。なかなかいい感じですね。これからやってみようかな。ん、どうやればいいの。プレイ。ほう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 。お、いっぱい来た。え、これどうすんの。ボールを持って左クリックで投げるのかな。あ、できた。時間制限はないのか。ほい。あ、これ楽かも。ほい。全部倒せばいいのかな。ほい。あ、なんか出てきた、また。時間があんのか。時間あるっぽいの。あ、赤く光ったのはダメってことか。あ、終わった。ん？なんか笑われてるけど。なんなの？ダメだったの？10個分トークンもらえたのか。なんかルールが書いてあるな。あー、なるほど。ポイントに応じてトークンがもらえる、チケットがもらえる系ですね。え、今いくら持ってんのこの人は。ホースンアラウンド。あー、言うげた。6回打てて6発当たれば100チケットか。これやってみましょうか。あ、おお、どこに当てればいいの。鼻の穴かな。鼻の穴っぽいな。鼻に入れればいいってこと。あ、歯に入れるのか。あ、なるほど。あ、でもそんな大変じゃないな、これいけるな。60チケット。でも、やっぱ、そんなもらえないんですね。行きましょうか。1。これ、楽ですよね。100。ああ、さっきのでも、25だから結構いいのか。うん、これ簡単。次行ってみましょうか。タイマー60で1ポイントで1チケットか。何回入れられるか。はい。はい。ほい。入ってるか分かんない。入ってるっぽいですね。うん。楽。これも楽だな。ただ、1回で1ポイントだから、この右の馬の歯に当てるゲームの方がチケットはもらえますよね。うん、これも簡単だけど、そんなチケット稼げないな。やっぱジャックポット系のやつの方が、かなりチケットもらえそう。はい。60。だいたい50から、よくて100ぐらいか。これもあんまチケット稼げないな。お金、あ、待って。こっち側もなんかあるな。あ、ボーリング、あ、これか。ボール入れるやつだ。ロケットローラー。おー、これもいいですね。
いや、これ雰囲気というか、このアーケードゲーム機はすごいんですよね。1000ポイント以上で500枚チケットもらえる。50ポイントが一番いいのか。何回でもできるのこれ。はい。はあ、あ、もうなんかスタート。あー、これもやっぱ入れる系だ。あ、ん？ダメ？あ、難しい。結構、あ、あれ？全然ダメなの。嘘。あ、入った。あー、ちょうどに入れなきゃいけないんだな。うわ。あー、入った、ようやく。30狙った方がいいか。ただ場所さえ分かれば、だいたいここぐらいか。あー、ここらへん。ん？あ、入らない。ちょっと難しいですね。ただこれも入れる系だ。あ、でもだいぶ時間はあるんだな。これ入れてった方がいいですね。はい。あ、余裕で1000超えますね。やたら制限時間長いな。はい。え、もう500枚チケット確定ですよね。こっちが狙っていくか。これに入れたいですけどね。はい。ああ、ダメだ。あ、500枚。これ楽だな。これ今んとこ一番楽ですね。ただ時間かかるな。ロケットローラー行ってみましょうか。多分こうボールを投げて入れるやつですよね。はい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 。これどうすればいいの？あー、すごい。100点狙いか。あー、難しいな。これは何ポイントで何チケットもらえるんだ。ほい。あー、強弱はできないのかな。あー、ダメだな。惜しい。100ポイント狙いでいきたいけど。あー、入った。これだいたい全部。あー、でもちょっとずれんのか。終わった。25チケット。微妙だな。あんまもらえないですね。クレーンゲームやってみましょうか。ココナッツ。ココナッツ欲しいから。あ、ダブル ASD で動かすと。スペースバーであれか。早っ。あ、これ何回でもいけるやつだ。ただ、横がわかんないんだな。早いな。感度が高い。ここで行ってみるか。あ、だいぶ奥行ってんな。ダメだ。もう一回。何回でもできんのこれって。深さ、深度が分かんない。はい。だいぶ奥だな。ちょっと奥目に行ってる感じが。ダメだな。アームは、まあまあ強いのかな。バグってはなさそう。はい。あ、ああ、いった。アーム強い。アームめちゃくちゃ強い。あ？そう。ああ、あ、こん中にチケットが入ってるんだ。なるほど。てか何回でもできんのこのゲーム。なるほど。これはチューブキューブズ。モニターくんみたいな感じか。はい。アームかなり強い。てか、動きが早いんだよね、やたら。はい。プライズデリバリートゥーユアハウス。家があんのこれ。自宅があんの？なんか自宅があるって書いてあったな。ベースボール。アーム強いんで適当にやっても取れますね。あ、お金、あ、お金だなこれ。お金はこれで稼ぐってこと？いまいちお金の稼ぎ、お金の所持金と、
稼ぎ方が分かんないんですよね。あーダメだ、5ドル狙うか。見た目よりも奥側いってるの、こんぐらい。あー取れるか、5ドル。あーアーム強取れたかな。アーケードキャッシュ、これか。お金これっぽいな。もう一回、こんぐらいか。よし、いったアーム強5ドル狙いですね。おー、所持金はタブで見れるのか。あ、タブで見れて、今1030チケット、アーケードメダルかな、50枚、アーケードキャッシュ106って書いてある。お金なくなったらどうすんだろう。まあいいや、他のやつやっていきましょうか。これはルーレットかな。はい、スペース、これは完全運ですよね。あ、ジャックポットは 1K か。はい、ストップ。2クレジット使ってんのか。あ、このメダルを使ってるということですよね。他のやつもやっていこう。これも2クレジット。はい、これは、あー、どんどん入れてく系だ。あー、なるほど。あー、なんかやったな、これ。とにかくここに入れて、ポイントを稼ぐやつですね。あ、なくなった、ボール。あ、ボールなくなっちゃうのか。50で500か。まあ、これもやりやすいといえばやりやすいか。ジャックポット300。あ、これは、あ、これもやったな、他のゲームで。メダルを入れるやつですね。スペースかな。あ、遅い。あ？コインどこ行った？あ？ん？見えない。コイン見えました？え？見えない。コインがいつ出てきてるのかわかんないな。次行こう。これはメダルゲーム。これの方が落ちやすいか。トークンプッシャー。はい。ミドルホイール。あー。エームして、左で何回できるんだろう。あー、これ1回で1枚使っちゃってんのか。重なる。こう落とさなきゃダメか。あー、なるほど。非常にシンプルですね。惜しい。それ取らないと赤字ですよね。あ、もうちょっと。よし、これで終わりでしょう。あ、増えましたね。うん、増えた。あ、それでまた出てくるのか。やらないでしょ、それ。え、でもこれ絶対儲かるな。結構設定が甘い、どの台も。楽に取れますね。これで永遠と増やせる気がするな。あ、まだでも遠いのか。ちょっとずらして、あー嘘、動かなくなったな、そっちが。こっち側から押すか。よし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 、はい。プラスになりましたね。間一と、これも2500ポイント以上だと500チケットか。あ、どうすんの。あーあー、面白い。ああ、なるほど、スペースキーでボールが上がる。はははは、面白い。
はい。結構難しい。あ、でも結構ポイント入りますね。あ、これいいじゃないですか。これ面白いの。玉入れ競争みたいな感じだ。あー、難しい。はい。意外と入んない。はい。下に溜まんないと、玉が上がらないんで。はい。いけるかな ?2500 ポイント以上ですよね。ちょっと厳しいな。入らない。なんか位置が悪いですね。はい。はい。あー、もう一回。意外と入んない。あー、ちょっと難しいな。はい。反射神経重要ですね。あー、でも頑張れば2500はいくか。あ、惜しい。150か。これだったらさっきの、あのラグビーボールが一番やりやすいな。でもこれなかなか面白いですね。ギミックが。これはペンギンボーラー。ペンギンをあれすんのかな。あー、あのボーリングみたいな感じか。これどうすんの？ん？あ、ボールをまっすぐ入れればいいの？入った。ね、スコア6。ロール6回投げれて19。スコアアンダー19王はオーバー23が、え？ 19 以上23以下が勝ちってこと？ 6 回、あ、計算しなきゃいけないじゃないですか、じゃあ。どっか。まあ1があるか、調整はできますよね。でも入りにくいのか。次1入れとくか。危ない。6入るってやばいですよ。でも、あと3回。あと1回か。これで、3入れれば OK ですよね。これ楽ですよね。え？あ、ん？なんでダメなの？スコアが19以下か23以上。でもこれ楽じゃないですか。23以上、じゃあ全部6入れればいいんじゃないですか。もうこれ、外しようがないと思うんだけどな。高い方が、何回でもできるんですよね、これ。え？ 23 以上ですよね。ちょうどじゃなくてもいいんですよね。ん？なんだこのゲーム。はい。もらえた。なんだこれ。まあいいや。あんまこう、ギャンブル性がないな、これ。ああ、これはルーレットですね。はい。スペースキーでスピン。ジャックポットあんのかな？20。最大で何なのこれ。もう一回やってみようか。1000チケットぐらいもらえるのかな。20。最大でも50ぐらいっぽいな。今1362チケット。メダルもでも結構あるな。あ、待って、これ楽しそう。うわー、ワークザ・マフィアを叩く。大丈夫これ。あ、いいですね。モグラ叩き、マフィア叩きゲームですね。2クレジット。クレジット稼ぎたいんだよな。マフィア叩きゲームやってみましょうか、じゃあ。はい。あ？あ、来た。はい。早いな、叩くのが。これいい。これいいですね。あ、200チケット、嘘。あー、1000ポイント以上で500か。まあまあまあ、これ面白いな。もう一回やってみようかな。はい。1000ポイント以上。ほい。1回しか戦えないんですよね。ほい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 。あと1回。ほい。ほい。
よーし、楽だな。これ一番早くチケット稼げるかも。あ、これジャックポットがある。300か。でも500ですもんね。これやってみるか。スペースでボール落とすと。上から見えるのか。ジャックポット来い。80。なかなかですね。なるほど。ちょうどに落とさないと、あれか。難しいな。170チケット。これもうちょっとやってみるか。3回できるんですね。これはジャックポット落ちんの？そもそも。なかなか内側に行かない気がするんだけど。いった、ジャックポット。おお店員さんも喜んでる。ナイス。店員さん盛り上げてくれましたね。ジャックポット入った。運だな。ジャックポットまた入った。激ヤマ設定ですね。2回ジャックポット入った。830チケットですね。これは競馬ゲーム。ピックホース2、どれが勝つかを選ぶと。真ん中にしようかな。はい。なるほど。5枚。いけ。2番ですね。これは面白そう。2番。なるほど。非常にシンプル。倍になるのかな？ウィン WR じゃ、だから多分2倍ですよね。2番。2番。いけ。遅い。全然ダメだ。3、1と来てるから、2番。2番。でももうこれ勝っても負けですよね。3分の1の確率ですね。2番。やめた。もう一回やっちゃった。これは2番だな。はい。2番。ラスト1回。2番。あれ？あ？結果が見えなかったんですけど。これひどい。やめよう。水は何なのこれ。水変える。よくわかんないけど。まあいいや。あとは？これか。引っ張るやつだ。これも、ジャックポット、なんの、なんか、英数字集めると多分、スペースかな。500取りたいですね。今、1個あったの。難しい。指一本か。結構難しいな。線がある。惜しい。もう一回。だいぶ手前になったんで。ただ時間差があるからな。よーし。500チケットゲットですね。いいんじゃないですか。これも似たようなやつか。見えないな。200。これどう動くんだ。一回やってみるか。そういうことか。見えない。赤。色で分かれてるのか。赤が一番高いのかな。黄色が500だ。これ狙うか。難しいな。これは難しいかも。あと1回。
あ、難しい。もう一回。これ難しいな。いけ。あああ、なんか店員さん、店員さんなんか引っかかってる。500のあれが引っかかっちゃってるけど、店員さん。ダメそれ。あ、もう500が1個しかない。よし。あダメ。あ、治った治った。もう一回500狙うか。あ、それ狙うか。あー、ミスった。あ、終わっちゃった。これ飲まれるな。その引っ張るというか押すやつが丸くなってるから、うわー、全然一個も入んないな。いけ。やめた。これ難しい。難しいな。これの方がまだやりやすかったな。でこれで店員さんに今3000ですよね。3000。お、なんかある。あ、ジュークボックス11000。高っ。え、あ、 10K か。え、最低1万からなの。高っ。全然チケットダメだな。これはもう一回できるのかな。あ、これなるほど。これがあれかい。ゲームオーバー防ぐためのやつだ。ここで最低限のチケットがもらえるんだ。なるほど。これは帰れるのかな。マイハウス行ってみましょうか。ああ、あ、家すごい豪邸だな。かなりでかい家ですね。ただ電気がね、これ自宅に多分いろんなものが置けるようになってくるか。電気は？これかな。あー、ついた。おー。富豪ですかね、これは。めちゃくちゃでかい家だな。ここは？ん？なんか判定がおかしいな。あー、なるほど。あ、あー、さっき撮ったやつだ。可愛くない。何これ。あくびしてんのか。チューバーくんでしたっけ。はいはいはい。あ、ここに景品が飾られていくわけですね。あー、なるほどなるほど。そこにも建てれる系だ。ちょっと、反応が悪いんで、出れない。出れないんですけど。あー、こことかにも、あー、なんかあるな。おもちゃがいっぱいある。なんか写真も飾ってありますね。あ、これもヨギボーかな。いいですね。あ、椅子も動くんだ、ちゃんと。テレビとか見れんの？テレビはないのかな。あ、ドラムセットもなんか景品でありましたよね。ちゃんと吸音材が貼ってある。細かいな。なるほど。他は？ここも、はい。あ、バスルームもあるんだ。ご飯を食べたりとかはないですよね。基本ゲームセンターとの行き来ができるだけか。あー。なんなのこれ。トイレ座ったら曲が流れたんですけど。謎のセンスですね。なんなのこれ。あ、落ちたぞ、なんか。汚い。汚いですね。で、立ち上がる、いいでいいのか。あ、汚い。最悪だな、これ。これ出せない。まさかのリアルな表現だった。あー、最後に面白いものが見れた。よし、ということで。今回はこの辺りで終わりにしましょう。